皆さんこんにちは。靴磨き芸人のスバルの奥野と申します。よろしくお願いします。はい、ということで今回話すお話なんですけれども、皆さんリムーバー不要説って知ってますか？僕の動画だったり他の方が上げている動画にもですね、必ずリムーバーっていうのが出てくると思うんですよ。靴を磨く前に靴の表面の古いクリームだったり汚れだったりを落としてからクリームを入れる、そのためにリムーバーを使うっていうのが当然出てくると思うんですけれども、中にはですね、それがリムーバーが不要だっていう、そういうことを唱える人っていうのも中にはいるんですよ。で、そのリムーバー不要っていうのを唱える人っていうのはですね、ただ単にそのリムーバーが靴にダメージを与えてしまうから絶対に使わない方がいいっていう、ただそれだけでリムーバーが不要って言ってるわけではなくてですね、そのリムーバーを不要って言ってる人もですね、靴クリームのことをしっかりと理解しているからこそリムーバー不要っていうのを唱えられる、そういう風にも考えられるんですね。ということでですね、今回はですね、たまに耳に入るリムーバー不要説、これについてお話ししていきたいと思います。はい、でまずですね、なぜクリームだけで大丈夫なのかということからまずお話しさせていただきますと、このクリームの中に油脂だったり有機溶剤っていうのが入ってるんですけれども、それが前に塗っていたクリームを溶かすことができるからっていうのがまず結論になるんですね。っていうのはどういうことかっていうと、この靴の表面にはですね、汚れと一緒にですね、古いクリームっていうのはこの表面に付着しているんですね。それをこの靴クリームがロウと油脂と有機溶剤で作られているんですけれども、このクリームの中に入っている有機溶剤がまずこの古いクリームを溶かしまして、でロウや油脂が入っておりますので、それと絡め合うことによって、靴の古いクリームが取れるっていうような形になるんですね。で、正直な話、取れると言っても完全に取れているわけではないんですよ。っていうのもどういうことかっていうと、この新しいクリームが入ることによって新しいクリームと古いクリームが混ざり合うんですね。で、この混ざり合うことによって新しいクリームと古いクリームがいい具合に循環していく、そういうことができるんですね。なのでリムーバー不要説を唱える人はこのようにクリームを塗ることによって前のクリームだったり汚れを絡め取って落とすことができるからリムーバー不要っていうことを唱えてるんです。で、もう一つのポイントが、この普段使っているですね、エムオブレのステインリムーバーが完全にクリームを取ってくれるっていうものではないということなんですね。で、どういうことかというと、これ水性タイプのリムーバーになるんです。で、このリムーバーで靴の表面の汚れや古いクリームっていうのを落とすんですけれども、僕の動画だったり他の動画でもよく言ってるように、これゴシゴシやりすぎるとかなりダメージがいってしまうので、さらっと拭くようにしましょうっていうふうに言ってる場合が多いと思うんですよ。で、さらっと拭くとどうなるかっていうと、これ水性なので、正直ですね、靴の古い油分っていうのはですね、完全には取り切ることができないんですね。このステインリムーバーを使うと表面の汚れだったりっていうのは落ちるとは思うんですけれども、この古いクリームだったりっていうような油分がですね、水性っていうこともあってか完全には落とし切ることができないんですね。それこそ思いっきりゴシ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 やって布の方でガリ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 取ればクリームっていうのもしっかりと取れるんですけれども、まあそれをしてしまうとダメージがいってしまうってことで、さらっと表面の汚れだったり古いクリームだったりを表面の油膜を少し残した状態で拭き取ってあげる、そういうようなものになるんです。で、その後にクリームを塗ると何が起こるかっていうと、そのクリームの中に入っている有機溶剤だったり油脂を使ってこの靴の表面に残っている油膜だったりをうまく溶かして絡め取って、そこで結局のところクリームとクリームを循環させて新しいクリームを靴の中に入れる、そういうような作業になるんですね。なのでこのリムーバーを使って全部のクリームを落としているかっていうと、そういうことではないので、こういったリムーバーを使わずにクリームだけを使っても靴の中のクリームっていうのは入れ替えることができる、そういうことなんですね。まあ、ただですね、こういった感じの有機溶剤たっぷりのレノマットリムーバーとかを使えば、しっかりとクリームまで落とすことができますので、まあそういう場合はその限りではないんですけれども、結局のところでクリームを皮ギリギリまで取るっていうのはですね、結構一歩間違えてしまうと皮に危ないことなので、こういった水性のクリーナーを使って表面のところの汚れだけ取るっていうのがやっぱりおすすめなんです。まあとは言ってもですね、結局のところ半年に1回ぐらいは、靴っていうのを全部すっぴんにして新しいクリームを入れ替えた方がいいっていうふうに言われているんです。そういう時はですね、先ほどお話しした、まあ、有機溶剤たっぷりのこういったレノマットリムーバーだったりを使って靴の皮をすっぴんにしてあげて新しいクリームを靴の中に入れてあげる、そういう作業が必要にはなってきます。さあ、ということでいかがでしたでしょうか。今までリムーバーを使って靴表面のクリームを完全に落とさなきゃいけないんじゃないかっていう風に思っていた方もですね、実はそんなこともなくてですね、新しいクリームの有機溶剤で古いクリームを溶かすことによってうまく循環させている、そういう仕組みを知ればですね、あ、そこまでリムーバーでゴシゴシやる必要がなかったんだなということにも気づけるきっかけにはなると思います。ということで皆さんもですね、クリームだったりリムーバーの特性をうまく知ってもっと深く
そしてよりよく靴磨きと付き合っていくようにしましょう。さあ、ということでここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。